セルゲイ・アレクサンドロビッチ・ボルコフは、ロシアの宇宙飛行士である。ウクライナのチュフユー出身。父親のアレクサンドル・ボルコフも、宇宙飛行士であり、初の親子での宇宙飛行士となった。行を習得し、450時間の飛行を行い、クラス3の軍事パイロットとなった。1997年1月から1999年11月まで、ボルコフは、 宇宙飛行士としての基礎的な訓練を行い、1999年11月にテスト宇宙飛行士の資格を得た。2000年1月以来、国際宇宙ステーションのための訓練をした。ISS バックアップクルー2001年8月から2003年2月まで、ボルコフはソユーズの機長、ISS のフライトエンジニアとして、第7次長期滞在のバックアップの訓練を行った。 2003年3月から2004年12月までは第11次長期滞在の訓練を行った。2005年1月から2006年2月までは ISS のミッションのための集団での訓練を行った。2006年3月に第13次長期滞在のバックアップに選ばれた。ISS-17-2006 年6月、彼は第17次長期滞在で、 ソユーズの機長と ISS コマンダーに指名された。ミッションは2008年4月から10月まで続き、彼は当時の時点で最年少の ISS コマンダーとなった。彼は2008年10月24日に宇宙旅行者のリチャード・ギャリオットと一緒に地球に帰還した。ギャリオットは宇宙飛行士、オーウェン・ギャリオットの息子で、 アメリカ合衆国で初めて親子で宇宙を訪れた人物だったため、ベイの2世が一緒に帰還することになった。10月14日、第17次長期滞在の乗組員である、ボルコフト・オレグ・コノネンコとギャリオットは、ソユーズ・トマ -12 のカプセルで午前9時37分に、カザフスタンのアルカルイクから55マイル北に安全に着陸した。彼らはヘリコプターで、 アイコネール宇宙基地に運ばれ、その後モスクワのスターシティまで飛んだ。ありがとうございます。